T-80 はソ連によって開発、運用された軽戦車である。T-70 に代わる軽戦車として開発されたが、少数が限定的に生産、配備されたのみに終わった。T-80 は NA アストロフの戦車設計チームが開発した T-70MK 戦車の後継車両であり、T-70MK 戦車の砲塔を二人用の 大型砲塔に換装し、エンジンを出力強化型のものに変更したものである。砲塔はソ連軍系戦車共通の欠点である、小さな一人用砲塔による戦車長の負担の大きさを改善したもので、砲塔リングを大型化したため、リング部は車体上部からはみ出る形となった。これにより、砲塔内の人員配置が効率化され、総合戦闘能力が向上したが、 砲塔を取り外さなければ、エンジン上わつらのハッチを開くことができなくなり、整備性が低下した。武装は、T-70 と同じ 45mm 戦車砲、および 7.62mm 機関銃角一機で、あったが、20度しか取ることのできなかった、主砲行角が65度と、大幅に大きくなった。この大行角は、紫外線において、 高層建築物の上層階を射撃できるように、するためと、対空射撃にも用いることを想定してのものである。手法は後により強力な VT-42、43、68口径 45mm 戦車砲への、乾燥も計画されたが、実現していない。この新型軽戦車は1943年秋、T-80 として採用されたが、 偵察用軽戦車の需要はすでに配備されている T-70 以下の旧型軽戦車や、新たに偵察用として量産の始まった BA-64 総輪装甲車、レンドリースポーにより送られてくる英米の軽戦車によって満たされていた。このため新たな軽戦車の大量生産の必要はないとされ、国営第40工場でわずか81両が作られただけに止まった。 T-80 は訓練部隊に配備されたほか、T-70 の補充用という形で少数が実戦配備されているが、いずれも配備数は小規模なものに止まっている。前線に配備された車両も1944年過ぎには引き上げられて訓練用に回され、戦後、1946年の時点で残存している。T-80 は20台余りであった。 t-80 と同じく t-70m の砲塔を乾燥したものとしてオープントップの重刀に 12.7mm 度地下重機関銃2丁を搭載した t-90 軽戦車が開発された。当初、対空自走砲として t-60 の車体を 用いる予定だったもので、後にベース車体が T-80 と同じ T-70M の改良型に変更されたものだが、より強力な10-37対空自走法が採用されることとなり、試作に終わった。ありがとうございます。